はい、どうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、高難易度三悪種の地獄道をミッション同時コンプ攻略解説やっていきたいと思います。装備と編成難易度は控えめにしてあります。さあ、じゃあ早速立ち回りご紹介していきましょう。で、開幕ね、ステータスのデバフやられますが、まあ無視できるレベルかなと思いますので、無視してやっていこうと思います。そしたら1ターン目、まずビッグス&ウェッジなんだけど、バファイガ使って非耐性高めていきたいと思います。で、バルト、今回バルトは最適解の一人かなと思います。というのも、風そして土の付与をできるようなキャラクターとなってます。さらにね、威力も上げられるので非常にいいキャラクターだね。で、最初の1ウェーブ目の敵は土がマイナスなので、土を味方全体に付与、そして LB ゲージを最大にしていきたいと思います。で、さらにはバーストストーンの上昇率味方全体上げていきたいと思います。で、スコールは、ダブルは使わなくていいかな。スコールは自己バフだけやっていこうかなと思います。こちらだね。攻撃のステータスを 250% バフをかけていきます。で、ティーダはダブル使って味方全体の LB ゲージの、MP の回復と自分のね、LB の威力アップを入れていきたいと思います。で、あとは同じく自己バフ 250% バフを入れていこうと思います。OK かな。で、1ターン目のムーブはこちらで終わり。敵の攻撃は今回1ウェーブ目は魔法攻撃しかやってまいりませんので、耐性高めておけば、ノーダメージで切り抜けることができます。OK かな。さあ、じゃあ2ターン目やっていこう。2ターン目はスコール、トリプル使ってチェイングループの16。そしてそれに合わせてティーダもチェイングループの16。で、バルトは LB 使いまして、防御と精神の85デバフ、そして4属性の 130% デバフを入れていきたいと思います。で、そうしましたら2人使ってチェインつなげていきたいと思います。まあ大体 130% ぐらい削れれば十分かなと思います。で、ビッグサンドウェッジやることないから防御させておきたいと思います。で、2個目の攻撃はストンガを3連でやってまいりますので、土耐性高めておけば無効化できます。で、今回3ターン目で蹴りをつけちゃうんだけど、ガキ王の3ターン目の攻撃は、ダーガだったかな、闇属性の魔法となってますので、闇高めておけば無効化できます。今回はね、ティーダ1人で、抜けていこうと思います。こんな感じだね。で、一応バルトの LB 貯めておきたいので、 LB ゲージが溜まるね、土付与3回やっておこうかなと思います。で、LB、あ、溜まってるね。1回でいいね。土付与というか LB ゲージ回復を1回だけやっておこう。 OK かな。で、大体、まあ、最初ね、30% 2人で削ってるから、まあ、ティーダのスーパー LB 一撃で簡単に落とせるかなと思います。さあ、じゃあ2ウェーブ目やっていきましょう。今回出てくる敵は、悪敷となってます。こいつが割と厄介で、3連の全体物理攻撃やってまいりますので、2回は、バルト、分身2回付与ありますので、無効化できますので、全体攻撃の1回物理を、耐えていきたいと思います。分身2回の付与、そして今度は風がマイナスとなってますので、風属性の付与やっていきたいと思います。で、またね、LB ゲージはもう最大だから、命中のデバフでも入れておこうかなと思います。で、バルトは終わり。で、ザナカンティーダはトリプルは使わなくていいかな。またダブル使って MP の回復と自己バフを入れていきます。で、スコールは次のターン殴り行こうと思いますので、自己バフかけておきましょう。で、ビッグス&ウェッジは LB ゲージの供給とバーストストーンの上昇、そしてダメージカット 75% を入れていきたいと思います。今回ね、2ターン目というか2ウェーブ目の攻撃は物理となっております。ここはね、2ターンで突破していこうと思います。この踏み荒らす1回、2回、3回と全体攻撃をやってまいりますので、分身2回で2回を無効して、まあ、ラストはね、ティーダだけちょっとダメージもらっちゃったけど、他のキャラクターは回避率が高くて、無効化してるような形となってます。さあ、じゃあやっていきましょう。スコール、スーパー LB。それに合わせてビッグサンドウェッジで、バルト使って、またね、ステータスと属性のデバフ入れていきます。で、ティーダ使って、少しでもね、バーストストーンを、バルトに入れたいので、まあ、チェイングループ2でも何でもいいんだけど、少しダメージを与えに行きましょう。で、そしたら、またタイミング見計らって、ビッグサンドウェッジ、そしてスコール押していきたいと思います。悪敷はね、スコールのスーパー LB で一撃で落としていきたいと思います。バルトの LB ゲージもいい感じだね。素晴らしい。で、そしたら2ターンで2ウェーブ目は突破という形になりました。さあ、じゃあラスト3ウェーブ目やっていきましょう。
で、ラストがね、2体いますので、全体スーパー LB が使えるスコールとティーダー相性いいんじゃないかなと思います。さあ、じゃあ3ウェーブ目やっていこうか。まずは、バルト使って、敵がね、牛頭に関しては、風と闇がマイナスで、馬頭、なんだっけ、メズとゴズだっけな、確か。で、どっちがどっちかわかんないけど、もう1体馬の方は土が低いから、まあ、両方付与しちゃっていいと思うんだよね。風と、まあ、分けてもいいし、闇がね、2人とも耐性マイナスだから、闇で攻めてもどっちでもいいのかなと思います。僕はね、風と、土付与していきたいと思います。そして、まあ、念のため、バーストストーンの上昇率と分身2回、味方全体に付与しておこうかなと思います。で、ビッグス&ウェッジダブル使って、LB ゲージの供給と、ダメージカット75を味方全体に貼っていく。スコールは、自己バフの、今まで1回しかね、使えないアビリティは取っておいたので、スペシャルアビリティを使っていきたいと思います。で、ティーダはダブル使って、あ、ティーダはトリプルでいいかな。ティーダはトリプル使って、MP ゲージの回復、MP の回復と、獣キラー3ターン付与と、エースの本領使っていきたいと思います。で、バルトの LB も問題なく溜まりましたね。で、敵の行動が少しだけ厄介で、まあ、基本的に物理だから全部無効化できるんだよ。引き付け回避 100% で。ただ、毎ターンダメージっていう結構痛いダメージ受けるから、引き付け回避 100% には、食いしばりつけておかないと、全ミッションの、この戦闘不能っていうのが難しいかなと思います。で、じゃあ2ターン目やっていこうか。ティーダのスーパー LB に合わせるんだけど、まあ、バルトの LB 使って防御のデバフと属性のデバフを入れていく。で、獣と人なので、ティーダはかなりね、高められるかなと思います。で、ビッグサンドウェッジと仕留めていく。トントンっていう感じだね。で、28チェインか、まあ、29チェイン。デバフルチェインかなと思います。OK、だいたい半分削れたね。で、スコールは、まあ、一旦やることないから適当に遊ばせていいかなと思います。HP が多い方にちょっと殴り行こうか、どうせなら。で、まあ、1% 削れ、あ、2% 削れたね。十分十分。で、そしたらバルト今分かったかな ?HP が一瞬で1になったんだよね。だから、食いしばりがないとバルト落ちてしまいますので注意が必要かなと思います。で、じゃあラストはスコールのスーパー LB で終わりにしていきたいと思います。バルトはまあ適当に遊ばせる。ティーダもやることない?ティーダはいっか。で、そしたらビッグサンドウェッジでスコール押していきたいと思います。こちらで、高難易度フィニッシュという形になりました。じゃあ装備の紹介やっていこう。ビッグサンドウェッジは、まず回避率を 100% にしてあります。で、気をつける点は非耐性と土耐性を高めておくことかなと思います。で、装備アビリティはこんな感じ。戦うの効果を2回発動できるようにして、闇属性の武器を採用してエレメントチェーンを稼いでおります。続いてバルト。バルトは引き付け回避 100% の装備構成と、アビリティ構成、そして、回避率じゃなくて、食いしばりを1回つけてあります。それと黒曜の腕輪で先制 80% のデバフ入れられるようにしてあります。で、続いてティーダ。ティーダは、最初の、資料系を、簡単に突破したかったので、アンデッドキラーと人を高めている装備構成とアビリティ構成になってます。アビリティブグバイ率 LB はマックスの装備構成だね。で、ビジョンカードは、これはなんだっけな、帝王レアーゲン、帝王アクスターとかレーゲンのビジョンカードだね。LB ゲージが簡単にこう、妨害ユニットだと 100%、まあ、LB ゲージじゃないね。今日めっちゃカメな。LB のダメージアップ 100% を詰めると。こんな感じ。まあ、スパトラ使ってんのはアクオメの剣ぐらいかなと思います。あとは配布でもらえるものだね。で、続いてスコール。スコールは、自身のスパトラと、まあ、みんな持ってるライザーの頭。で、簡単に悪敵2ウェーブ目のを突破したかったから、植物と獣、人は高めているような装備構成とアビリティ構成となっております。そしてビジョンカードは役者デビューとなっております。まあ、こんなね、まあ、配布とかトラマスとかで、簡単に、攻略できるようになってますので、皆さんもぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それでは、またねー。